この買い物公園をぐるっと見回すだけでも、ここに、炭焼き居酒屋さん、そして、牛丼の松屋さん、それから、あちらの方にドトールコーヒー、そして、ジンギスカン北唐辛子、いろんなお店があります。やっぱ旭川は本当に道北の食が集まる街なので、まあ、こうやって中心街見てるだけでも結構いろんなものが見れますよね。ミスドもありますしね、ミスタードーナツもありますし、なんか本当に動画でやっぱり収入が得られるようになったら、もうお寿司とかもいっぱい食べましょう。今度は本当は私お寿司好きなんですね。ただまあちょっと動画でやるにはまだ予算が組めないという、ただそれだけなんですけども。さて時刻は7時半を過ぎました。まあ、そろそろ札幌に帰る準備をしないと、高速バスの場合は終電に間に合わなくなってしまうという、そういう事態に陥ってしまいます。そうですね、8時ぐらいか8時半、まあリミットは8時半、でもできれば8時ぐらいので帰りたいなという、まあちょっと余裕を持って帰りたいなというのはありますが、さてさてどうなることやら。とりあえず旭川駅の中に入りましょうか。今日そうなんですよ、旭川駅の前には来てるんですけれども、旭川駅の中には1回も入ってないんですよね。まずあったかいというのと、それから綺麗だというのと、私が好きだというのと、3つあるんで、まあ、ちょっと駅の中でゆっくりぬくぬくしながら、まあ、バスを待とうかなと思います。旭川駅おかげさまで開駅120周年ご利用ありがとうございますということで、120年ですから1898年ですか、明治31年開業の駅ですか。まあ、これ4代目でしたっけ、5代目でしたっけ。まあ、すごい綺麗になって、私も好きですよね、この造形は。だからもう帯広よりも函館よりも、まあ、釧路はまだ古いですけどね、そんな新しくね、国鉄っぽい柄ですけど、柄っていうかデザインですけども、でもなんか、やっぱり旭川はなんかいいなという感じがします。なんかこれをもうちょっとなんかこう木を強調して、なんか和風っぽくしてにやかにしたのが、まあ仙台駅みたいな、そんなイメージでしょうかね。個人の勝手なイメージです。仙台駅も好きですし、割とうちのシリーズっていうか、動画チャンネルでもすごくご好評いただいてるんですけれども、旭川も悪くないんですよね。なんかなんだっけな、仙台駅、新千歳空港、旭川駅、それからまあまあな都市の駅なんかは、あ、そうそう、秋田駅シリーズなんかも最近ちょっと視聴回数伸びてきたりとかしてますけれども、だから、まあまあな都市のなんかターミナル駅っていうのは結構いいのかもわからないですね。で、今高速バスの時刻表示を改めて調べてみたんですけれども、今19時40分、夜の7時40分なんですが、次のバスが、19時45分、だからあと5分したら札幌行くのは出るんですけれども、これオホーツク海に面する紋別市というところから、旭川に立ち寄って、そして札幌に戻るという、そういうバスなんですよ。で、この紋別から来るバスは予約が必要なので、5分で予約して、乗るってわけにいかないんで、これは見送ります。で、その次のバスが、20時30分、8時30分のバスになります。これだと、まあ11時ぐらいには札幌駅に到着するという計算です。そして、その1時間後の21時30分、9時30分に、最終の札幌行きの高速バスが出ます。で、これはだいたい12時ぐらい、まあ、うまくいけば終電ギリギリなんですけど、ちょっと世話しないので、これはリスク回避のために乗らないようにしようかなと思いますので、だから、45分後の20時30分のバスに乗って今日は帰りたいと思います。旭川発の場合は予約がいらないのがいいんですよね。その代わりコンセントがないとか4列シートとかちょっといろいろあるんですけれども、でも予約いらないというのが一番大きいかな。だからなんか好きなように予定組んで好きなように行けるというのはいいですよね。また充電を少し回復させまして、出発10分を切りました、10分前切りましたので、向こうの方のなんか道北バスの7番乗り場のそうです。で、そちらの方に行ってちょっと待ちましょうということで、今度はですね、JR 北海道バスの旭川駅になるようです。なんか何社かで共同運行してるんですよね。さっきは道北バスだったかな。で、さっきが道北バスで、だから、中央バス、道北バス、それから JR バス、なんか3社が共同で運行してるらしいですけども、行きたいと思います。というか、
雪がだいぶ降ってきましたね。これ明日は結構いいぐらい積もるんじゃないかなと思います。多分あのバスじゃないかなと思います。これですね。まあまあお客さんやっぱり乗るんですね。だから札幌旭川っていうのは JR もそれから高速バスも結構需要があるんですね。そうですね、高速札幌ですね。ちょっと雪でも隠れてますけど、駅前バスターミナル到着いたしました。高速旭川号結構途中吹雪いてて、なんか高速道路も50キロ規制入ってたかな入ってなかったかなという感じですけれども、まあ、何はともかく、まあ、無事に到着いたしました。これぐらいだったら、まあ、そんなに何かあるってわけでもないので、ということで今日も旭川に行って帰ってまいりました。今日は高速バスで行って帰ってくる。だからJR は一切乗ってないんですよね。ここ来るまでは JR 乗ったんですけれども、うちからここ来るまでは乗ったんですけど、それ以外全く乗っていないという、そういう今日はシリーズでした。高速バスの場合、特急カムイとかライラックよりは1時間ぐらい遅くはなるんですけれども、でもそうですね、片道3860円、1930円、片道1930円で、まあまあ快適に、ちょっと狭いですけれども、でも快適に行って帰ってこれるという、これはなんか良かったかなと思います。だいぶしんしんと雪が降ってきまして、まあ、12月23、24、25このクリスマスの時期は大体札幌って雪の日が多いんですよね。これからもうちょっとこっそり降って、ホワイトクリスマスとかそういう風になっちゃうかもしれないですけれども、でもまあ今日はこの辺にいたしましょう。寒いので私もさっさと札幌駅の中に入って、それで今日は一日終わりにしたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また別な動画でお会いいたしましょう。
今回もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェ、こちらに飛ぶこともできますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。